チョングッチャン、チャングックジョングは、朝鮮料理に使われる、発酵させた大豆のペーストである。ひいた大豆から作られる。チョングッチャンは、チゲを作るのによく用いられ、この料理はそのまま、チョングッチャンと言われることもあるが、混同を避けるために、チョングッチャンチゲと呼ばれる場合もある。チョングッチャンチゲには、ジャガイモ、玉ねぎ、豆腐等が入れられることが多い。茹でた大豆に、 空気やわらの中にも存在する枯れ草菌を加え、40度程度の温度で塩を加えずに2から3日発酵させる。天ジャン等に比べると発酵期間は短い。他の多くの発酵大豆製品と同様に、ペースト状のチョングッチャンにも破砕されていない丸の大豆が含まれる。発酵後は練られ、塩と唐辛子粉が加えられる。チョングッチャンはビタミン等の栄養素を多く含み、 特に冬の健康食と考えられている。しかし、匂いが非常に強く、その匂いを敬遠する人々は、チョングッチャンの代わりにテンジャンを使う。1993年、建国大学校のチヒョンギュ博士らによって、無臭のチョングッチャンが発明され、1998年には、匂いを除去する方法で特許を取得した。また、チョングッチャンは、消化を助ける効果が知られている。 この目的のために大韓民国では、チョングッチャンの錠剤が売られている。ありがとうございます。